二人は日記通りに出会い恋に落ちそして永遠に別れた彼女が待つ最終のバスが来るまでに彼が現れなかったらこの物語は終わってしまう二人は再び出会えるのか待望のエピソード4本日17時配信開始どうか二人の物語が永遠に続きますように